はい、じゃあ次は、次30って言った方がカニになってしまう。で30って言った瞬間にカニになってしまうっていう催眠でお願いします。OK、 よろしく、はい、いただきます。はい、頭何回かぐるぐる回しますよ、はい、何回か回して、そして一気に力が抜けるよ、はい、スッとっても気持ちいいね。必殺仕事人なんだ。頭から足先まで全ての力を抜けていく、とっても気持ちいい。さあ皆さん、ね、まあ、これで満足ですか皆さんね、はい、力が抜けるよ、はい、満足ですか、とっても気持ちいい。皆さんの、ね、ご要望ののけぞリーナですよ、これが。深い催眠状態に入っていきます。30という数字を言ったら、あなたはカニになります。次に目を覚まし、ゲームで30という数字を言ったら、あなたはカニになってしまいます。もうカニとして楽しく動き回ります。それでは目を覚ましていきましょう。1つ、2つ、3つ。はい、目覚まして。めっちゃ不意と全力で後ろにのけ取っちゃったんですね。何、私がそうやって緩んで痛みなく、場所が悪い、角の場所が悪いですね。先取れてしまったんですね。もう大丈夫、はい、うん、さあということで第2試合開始でございます。じゃんけんで先行後攻決めましょう。さあ今回のデスゲーム、負けた方は即座にカニになりますからね。さあじゃんけんしていただきましょう。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい。はい、さあ、そのままさんどっちですか。高校、わかりました。高校で、じゃあ、春野さんからお願いします。はい、1、2、3、4、お、4までいった。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、このゲーム嫌いかも。どうしたこのゲーム嫌いかも。なんかあったの。21、はい、計算ができない。さあ計算ができない。だんだん迫ってくる。2人にカニが迫ってくる。22、23、はい、24、25。やだ、今何て言った。25まで言いました、春野さんは。じゃあ26、27、28、29。さあ、さあ、サマミさん、最後の数字お願いします。カニ。だって。これはもうそのゲームですから、もう言わなきゃしょうがないですから。だって。はい、分かんないです、分かんないです。まだどうなるか分かんないです。違うんだよね。ちゃんとスペースとって。私にカニをさせないために、わざと言ってくれたんだよね。ちゃんとスペースとって。さあ、そのままです。もうこれもな、あれ泡吹いてんのかな。はい、さあそろそろお願いします。最後の数字、はい、30。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。ちょっと待って、はい、消えました。消えました。カニは消えました。はい、カニってこんな隠れるんだ。はい、一応カメに隠れてるイメージが確かに。砂から出てきて、ちょっと今、片岡さんが追いかけてるのってことね。はい、逃げてます。こちらです。泡を吹いてる、浮きながら。どうしたの、カニってこうだっけね。はい、どうしたの。あ、カニが。カニが思ったよりちゃんとしたカニだから。ちゃんと岩場に隠れてるからな。消えてきたな。あ、カニはやっぱり。呪いね。こんなに
岩場に行ったらカニに食べられて雑食だから、カニはカニは雑食だから。カニです、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 カニです。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 画像だけで見たらハロウィンのゾンビものみたいになってますけど、カニです、カニです。カメラを回すのはい、さあ、じゃあ催眠解いてもらっていいですか。3つ数えると催眠解けるよ。1つ、2つ、3つ、催眠解けは。お疲れ様です、お疲れ様です。カニだよ、カワ膝痛っ。お座りください、はい、どういうこと。なんでこんな割れたと今、はい、もう大丈夫ですよね。もうお二人とも催眠解けてますよね。はい、大丈夫ですね。はい、びっくりした、私が渡してびっくりしすぎて、はい、言うとまたなっちゃうかもしれないから。めぐちゃん解けてないよ。30ほら、カニ。あの人悪魔だな。わえ、カニっていろんなパターンがあるんですね。じゃあちゃんとカニだな。すげえな。え、食べてる。マルチバッドエンドしかないんだこのゲーム。怖いっすね、このデスゲーム。はい、忠実なカニになる。ちゃんとしたカニだ、ちゃんとしたカニだな。